ラスト30分になりました。ここからはですね、日替わりのコーナーです。では行きたいと思います。日替わりで楽しまないと今週のパチパチパチオアダブダブダブです。はい、さあそれではここではですね、今週1週間のソライブ24の中のパチパチパチオアダブダブダブの名場面をご紹介していきたいと思います。こちらはですね、皆さんからのメールで募集してたんですけど、ノミネートが本当にたくさん今回は、組み込まれているので、ぜひぜひちょっとそちら投稿していただいた方は特に、注目して見ていただきたいんですが、では早速いきたいと思います。まず一つ目はナイトからですね、2月20日のナイト、あ、ゲストトークのところですね。サポーター、花咲さんからいただきました。ではどうぞ。すごい。で、恒例のですね、はい、上り口は富山の 方とですね、黒部というところと、はいはい、あと長野県の方に降りることができるんですけれども、はい、長野でですね、見つけた最高のダム、こういう、はい、何ですかこれ。これ黒部ダムカレーってやつです、はい、へ、はい、え、これはさっきのダムをダムをイメージしてですね、アーチ式にですね、はい、角煮を、はい、角煮と米をですね、はいはい、これ角煮ですか。これ角煮ですね。角煮がこう一本まんまで、はい、うわこう、はい、ご飯もアーチ型で、すごいですね、はい、これ。これご飯が2合。2合。え、じゃあ量もものすごい多い。多いカレーですね。はい、これなんか食べれたら。角煮が生き物みたいに見えるんですよね、これ。満足だけがいただける。満足。美味しそうですけどね。これはすごい量があるんじゃないですか。2合。はあ、2合入ってる。これすごいカレーでしたね。ぜひぜひ黒部ダムに行けばあるということなので挑戦してみてください。投稿していただいた花咲さんいらっしゃるということでありがとうございました。あ、花咲さん、あともう一つねいただいてるので、ちょっと後ほど楽しみにしていただきたいと思います。では、続いて2つ目はこちらの方です。2月21日のムーンからテーマリポートのコーナーで、安葉ちゃんがエクレアの話をして木田さんが出てきたところです。マミ551023からいただいています。ではご覧ください。少し前ですね、去年かな、一昨年かな、某ファミリーマートで売っている私エクレアが大好きなんですけど、ダブルクリームエクレアっていうのがあったんですよ。クリームが2種類、生クリームが2種類あったやつ、それが大好きで大好きで食べてたんですね。木田さんもお気に入りだったよね。テレビ神奈川に行ってた時に、こっちと並行してやっていた時に、夜中、まあ、朝方生クリームエクレアを食べてたら、木田さんに、あ、売ってた、買いに行こうっていう話をしたことを覚えてます。木田さんもエクレア好きなんだなと。ただですね、そのエクレア最近チョコレートが混じってるんですよね、クリームに。ちょっとそれを、あ木田さんもこうやってました木田さんの心の内を今ちょっとねカメラがキャッチしたみたいですねということで、そうそうそうって映ってましたねこれたまに予報センターの方もたまにというか聞いてるので、2階 のスタジオの話もなんか映ってるのが見えるんですけど、スタッフがあえて切り替えたんでしょうねちょっと途中で気づいて慌ててましたね木田さん面白い、もう根っから面白い方なんですよね、木田さんってもうカメラの前だけじゃなくても面白いんです、はい、うん、
さあ続いて、こちらも、サポーターの方からいただきました。ジョバンニカムパネルさんからのカムパネルラさんからの投稿です。2月24日の金曜日、サンシャインからです。みなみちゃんのぼやきっていうところで、どんな、あ、そうですね、みなみちゃんも一人番組最近、慣れてきたということで、最近よくぼやきが出るということなんですけれども、そのワンシーンです、どうぞ。勘ですか。まあ、私も何事もこう頭で考えるっていうよりかは、あのフィーリング、直感タイプの人間なもので、よくわかりましたよの頭もっと使いなさいっていう感じなんですけど、あんまり、悪く言えば、よく考えないっていうことなんですけど、いい意味で感覚で生きてる人間なので、はい、すごいね、感覚が優れているっていう風にいい意味では捉えてくださいはい、まあ要するに感受性豊かってことですよ、違いますかでもね、結構何事もね素直に表現するタイプなので、なんか感動する映画見た時は思いっきり声を出して泣いて面白い時はお腹を抱えて笑うという、そういう人間です。私は見たまんまです。あのね、私ね、でも最近は、終わっちゃった、そんなこと言ってる間に。でも最近はね、あのギャップが欲しいなと思ってるんですよ。やっぱり人間ってどういうところに惹かれるんだろうと思った時に、ギャップがこうポイントになったりする場合もあるじゃないですか。例えばすごく怖そうに見える人が白い歯を見せてキランって笑った時に、はあ、こんな優しい一面も持っているんだっていう風に思ったりとか、すごいおとなしそうだなって思っている人が実はこう面白いことが好きで、ひょうきんな人だったりすると、そういうギャップが、あ、いいなと思ったりするので、そう、私のギャップってあんまりないんですよね。多分こう皆さんが見たまんまの性格だと思うんですよ。だから私の課題は、あの、そこです。もうちょっとなんかこう奥ゆかしい人間になりたいですはい、まあそんなこと言ってる間に5分経過しましたので、何の話ですかねいやー、まあでもそのままの良さがいいんじゃないですか、みなみちゃんは。そういう気がしますけどね。うん、私、どうなんですかね、ギャップか。みんなあんまりソライブキャスターギャップないですよ、そのまんまですよ、多分ないですね。うん、でも確かに、まあギャップ羨ましいなって思う時もありますけど、いや、きっとそれはあれなんじゃないですか、なんですかね、親しくなってからのお楽しみっていう感じなんじゃないですか。友達とか、あの、信頼する人の前でだけ見せるのがギャップな気がするんですけど、もう裏の顔泥酔する泥酔、あ、裏の顔、私結構基本的にうるさくなりますけどね、そのままですよ、多分拍車がかかるだけですもう、あのテンポが上がるだけだと思います。逆にこうね、まあいいや、いやいや、ということで、まあ、あの、いろいろとぼやいてるみたいですね。モーニングって意外と、私モーニングやってたから分かるんですけど、割と朝の忙しい時間帯でどんどんこう情報をっていう番組なので、情報をお伝えするっていう番組なので、なかなかこう、なんですかね、あの、ゆっくり喋る、あの、場所っていうのが、時間がなかったりするので、まあ、そういうのがちょろっとみなみちゃんのそういうぼやきが入ったりすると、あら、いつもと違うなっていうのが出て、それがまたギャップで面白いんじゃないですか。ぜひぜひモーニングも、この時間見てる方はなかなか見れなかったりするかもしれないですけど、まあ、通勤通学前にぜひつけて見てみてください。あれですね、モーニングも後半あたりが結構緩くなってくるんですかね。
8時過ぎぐらいが6時から9時の番組ですけど、うん、疲れてくると S になる？え？疲れると S になる。あ、そんな南ちゃんもぜひ見てください。これ私が言ったんじゃないですからね、スタッフが言ってます。はい、では行きましょう。続いてのシーンは2月24日、あ、これもまた金曜日です。ソライブサンセット担当は愛知でした。あ、これはまた、花咲さんからいただきました。ありがとうございます。ではご覧ください、どうぞ。夕日、はい、千葉の日没時刻は17時29分。今日は番組の構成を変更いたしまして、この時間に夕日のコーナーやってまいりました。では夕日どうなのか、幕張のお天気カメラを見ていきます。こちら、ん？お？夕日見える。夕日一応見えてる。いた。寄っていきましょう。いるいる。何これ、面白い。逆に奇跡ね。これ見えてますよね。なんじゃこりゃ。見えてます、夕日です。紛れもなく夕日です。雲からのちっちゃって。見られた。何、おお、見られてましたね。うん、え、あれどうなってるんですかね。雲の薄くなってるところからひょこっと顔が、太陽出てたんですか。どうなってるんだろう、謎ですね。若干これ、あの 100% 全力の太陽じゃないので、たまりでしょうね、薄くなってる部分があったんでしょうね、雲の。いやー、テンション上がりますね。何かこう、なんか雲を呼ぶと言われてますけど、何かこうワンアクションありますね。うん、なんかなかなか、あの、巡り会えない状況なんじゃないですか、逆に。うん、逆に本当すごいですよ。はい、また、サンセットも愛知、担当することがあるというの、あるこ、ん？結構あるんですかね。なのでまたちょっとそんなレアなサンセットも、楽しみにしててください。さあ続いては、あとね、今回は2つあるんですよね。あと東京都エアポートスピリットさんからの投稿です。2月25日土曜日のソライブナイト、お、オープニングですね、噂のオープニング。今週はどんなオープニングだったでしょうか、どうぞ。あ、ダメだ、まだちょっと口がつけられません。結構な匂いします、これ。ちょっとあの、すごいですよ、ちょっと黒蜜入れていいですか、黒蜜入れていいですか。あの、ちょっとですね、さっきこれ、あの、アイリン何気なく入れてましたけど、普通の青汁じゃないみたいですよ。濃い
い青汁なんだ。最近は飲みやすくて美味しい青汁あるみたいですけど、まあ、わざとかどうか分かんないですけど、ものすごい濃いやつをですね、これすごいですよ。皆さん匂ってみます、これ。うわー、来た。ちょっとこれ黒蜜入れましたけど、いきます。うん、うまくはない。まずそう。いや、どう見ても絵の具にしか見えなかったんですけど。いや、でもごくごく飲んでましたね。なんか私には、私の目から見ると絵の具にうがい薬を入れた感じに見えたんですけど。いやー、でもあのうまくはないって言ってましたね。うん、いやー、まあ、うん、いいリアクションですね。一応飲むっていう。なぜそこで止めるんですか。あれはすごいな。なんかあの考えようによっては抹茶の色味だし黒蜜合いそうですけど、あの緑が出てるのは青汁なのでダメですよ。ダメです、ダメです。絵の具ですね。もうあの薬と思って飲むにしてもきつい感じですね。まあ、体にはきっといいんでしょうけど、あの精神的なダメージを考えるとあの体にも良くないのかもしれない。ね、苦味が強いんですかね。うん、まあ勇気のある方は試してみてください。はい、まあ、これも一応アイリンからの振りだったということで、アイリンもやりますね、やりますね。ちょっと振りが結構どんどんいろんなバージョン、いろんな角度から攻めますね、アイリンもね。本当ですか。なかなか見られないですね、アイリンの怖い表情は。はい、またそういうところも魅力の一つですね。はい、矢原さんも嫌いじゃないと思います。さあ、では最後いきましょう。こちらはですね、名場面パチパチパチの方ですね、スタッフがチョイスしてくれました。2月26日日曜日、あ、今日ですね、あ、昨日ですね、イブニングの森口さんとヤスの掛け合いのコーナーということです。それでは行きましょう。どんなコーナーだったんでしょう。こちらです。ただし、冬型になると、はい、その高い山、はい、よくね忍者雲って言いますよね、はい、その高い山を乗り越えられないんで、はい、あ、回り込んじゃうんですね。で風と風がぶつかる。そういうことです。でよく神奈川あたりに雲が発達するんですか、ね、そういうことですね。なるほど、はい、やっぱりこう気圧配置っていうのも大切ですけれども、地形を知るということで天気っていう部分はいろいろと変わってくるということなんですね、はい、地形相当重要ですね、うん、はい、なるほど。本当にもう皆さんからのウェザーリポート、そしてまあそういった地形、いろんな力が合わさって予報ができているという感じですね。はい、あのそうですね。で本当に忍者雲が風と風がぶつかる計算はできても、はい、うん、そこで実際に雲が発生しているかどうか、うん、本当に発生しているかどうかっていうのは、皆さんの目、これが一番確実な情報ということになるわけですね、はいはい、ですから南の方の空に、ね、怪しい雲明日もちょっと出る可能性があるんですね、はい、忍者雲ありましたらちょっと注意、はい、あの空読みのエリア、先ほど、ね、関東エリア含まれてませんでしたけれども、はい、うん、明日もう少し広がる可能性もあります、はい、この辺ですね、
もう少し神奈川、千葉あたりまで広がる可能性もありますので、はい、南の空にグレーな雲あったらちょっと要注意と、はい、でリポートもぜひ寄せていただければと思います。はい、はい、分かりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。サポーターさんの力がないとダメなんですっていうお話でした。ということなので、まあ、日付変わって今日なんですけど、忍者雲が、引き続き注意しなければならない存在ということなので、特に関東の方々、そうですね、急に湧いてくる雲に注意が必要ということです。ぜひ発見した時はリポートしていただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。ということで以上、ここまで、今週のパチパチパチオアダブダブダブのコーナーでした。いろいろと最近はですね、もうおかげさまで皆様からたくさんの、名シーン、なんですかね、いろいろと送っていただくことが多くなってきました。ぜひ皆さんからの名場面名場面募集中ですので、ぜひこちらのメールアドレスまで、今週1週間通してサライブ24をご覧いただいている方々、あ、このコーナーちょっと気になるなとか、面白かったなとか、素敵だったっていうシーンがあれば、ぜひ、お名前も添えてこちらまで送っていただけたらと思います。よろしくお願いします。いや、今週も面白かったですね。はい、面白かったです。いやいや、まあ、こういう形でまた来週も皆さんと、楽しかったシーンを振り返っていきたいなと思います。ではここまで2時間ソライブナイトご覧いただきましてありがとうございました。また寒くなってきましたけれども、今日も一日冬の寒さということです。ぜひぜひあったかく防寒対策はしっかりとしてお出かけするようにしてください。この一旦こう寒さが緩んでまた寒くなるっていうこのタイミングが一番風邪をもらいやすいと思いますので、ぜひぜひ身を引き締めて風邪予防インフルエンザ対策するようにしてください。あと花粉対策も忘れないようにしてくださいね。もういろんな対策しなければならない季節ですね。厄介な季節ですけど、まあ、皆さんと手を取り合って一緒に乗り越えていけたらいいなと思います。それでは今夜も暖かくしてお休みください。おやすみなさい。Hello.
2月26日日曜日のおさらいぶトワイライトが終わりました。どうもありがとうございました。今日は東京マラソンの日ですね。日でしたねお天気どうでしたかね。トワイライトの時間では東京、お天気良くなるっていう見解で、あとは気温も10度を超えて風も強くてちょっと花粉が気になるお天気ということでしたがね、頑張って皆さん走り抜かれたでしょうかね。東京マラソンってすごい大人気で、当選倍率が約10倍だそうですよ。 9.6 倍ということでした。すごいですよね。10人に1人しか走ることができないんですよ、東京マラソン。まあね、フルマラソンいつか私も東京マラソン出たいなって思うんですけど、まあね、走れるかね、ゴールできるかなっていうね気がしますが、そして皆さんには今日空キャンバスでマラソン中考えそうなこと、何を考えて走るのかなっていうのを3分間で書いていただいたんですが、結構トワイライトの時間の方々はお腹が空いているのか、もうね、食べることしか考えてなかったですね走ってる間。なんかご飯のことを考えるとか夕飯のおかずを考えるとかね、皆さんそんなんばっかでしたが、無茶ぶりもされました。頑張るからラブ注入やってって言われたんですよラブ注入ね、これは去年のバレンタインの時に私お目覚ましコールで、そこでも無茶ぶりされまして、さやさんのラブ注入が聞きたいなみたいなことを言われて、なんか恥ずかしながらラブ注入やったんですけど、今日まさかねソラキャンで無茶ぶりされるとは思わずちょっとびっくりしてしまったんですが、まあ、照れながらやりました。もう恥ずかしかったです。そしてやったんですがかなり滑りました今スタッフさんにもう一回やってって言われてるんですけど、でアラブ中輪で締めくくりましょうかね。さやかのラブ中入おやすみなさい。今日もモーニングご覧いただいた皆さんありがとうございました。今日のモーニングはですね、もうなんといっても皆さんの報告で予報がどんどん修正されたことだと思います、今日はですね、予想よりも、雲が多くなりまして、西日本の皆さんからね、特に東日本の皆さんですね、日差しはまあもともとですね、上空雲は出てくるっていう予想だったので、すっきり青空にはならないっていうのはもともと見てはいたんですけども、やっぱり日が出てきて予想よりも雲が厚くて、体感温度を下げるレベルの、曇りであるっていうことがですね、皆さんの報告で分かりました。これって実はすごいことですよね皆さんからいただいているリポートのおかげで、やっぱりですね、晴れ曇りで、まあ、この季節の変わり目は特に、秋もそうですけどね、体感がかなりその曇りか晴れかで変わりますよね。で今日もそういうパターンだったと思うんですけども、皆さんからの、まあ、写真で見ても10分天気の報告で見てもですね、ちょっとやっぱり雲が多いなということで、結果的には曇りベースの予報に修正になりました。朝の忙しい時間なんですけども、皆さんからああいうふうにコメントいただけるとですね、あ、やっぱりちょっとこの予報じゃまずいなっていうのが私も分かりますし、それをもとに予報センターとコミュニケーションするとですね、予報センターもやっぱりちょっと違うな、予想とずれてきてるなっていうのを本当にいち早く確認できます。結果的に予報修正できたのでよかったなと思うんですが、この雲の広がりこの後どうなるかちょっと気になるところですね。隙間は出てくるかなと思うんですけど、ちなみになっちゃんが今サンシャインやってます。この後私、コーヒータイムやりますので、雲の広がり具合撤収してくるのかどうかはね、引き続き皆さんと一緒に追いかけたいと思います。今日もありがとうございました。
つみです。三重県。今日はあと終わりガールズトークナイト一人ですけど、これ弾いていきます。見たことありますか皆さん、ガールズトークナイト。結構セキララな感じですよね。意外となんか見たこと私もあります。じゃあこれを弾いていきたいと思いますね。あ、男性の好きな冬ファッション、そんなに注目したことはないんですけどね。そんなにねこだわりはないです。それぞれ似合ってたらいいんじゃないかなと思いますよ。あ、また入れちゃった。お、何フェチ。ほう、私はですね、匂い。私ね、すごい香りが好きで、柔軟剤の香りとかする男性素敵だなと思います。出しときましょう。何個までいきましょうか。あ、この男は嫌だ。あまり好きじゃないというか、嫌だなと思うのは、タバコはなるべく吸わないでほしいですね。なんか匂いがついちゃうのが嫌なので。歩きタバコとかね、いけないけどたまにしてる方いるじゃないですか。あれはね、嫌だなって思います。じゃあ最後もう一ついきましょうか。結構無難なの引いてます。ほう、恋のライバルが現れたらどうする。東京都大田区羽田区、どうしますか。どうするかな。粘れるところまで粘る。ですかね。以上です。なんかこれドキドキしますね。でもイダチとやってイダチになんかこう的確なアドバイスをいただきたいですね。私まだイダチとね、直接会ったことないんですよ。なのでいつかガールズナイトに出れる日を楽しみにしています。それでは皆さん、おやすみなさい。今日もコーヒータイムご覧いただいた皆さん、ありがとうございました。今日のコーヒータイムはですね、まず本日東京マラソンということで、コーヒータイム中はちょうどマラソン参加者の方は走ってらっしゃるところでしたね。結構ですね、ウェザーリポーターさんの中には応援に駆けつけている方がいらっしゃって、そんな方からのリポートもご紹介しつつ、今日は空友テレフォンでもですね、応援してらっしゃった、ココちゃんさんにお電話をつなぎしました。今日はですね、その、東京マラソンの状況もお伺いしつつ、空ボタンを実はココちゃんさんに考えていただきまして、それを皆さんにお伺いしてました。今日の質問はですね、ちょっとね、聞かれるとうってなってしまう方が多いんじゃないかなっていうもので、走っていますかというね質問でしたね。皆さんどうですか。ですね、なかなかという一番走ってないランクが一番多い結果でしたね。しかも私もあまり走ってないです。あまりというかほとんど走ってないです。そしてココちゃんさんも走ってないということで、みんな運動していないっていうことが非常によくわかる空ボタンの結果になりました。走ってらっしゃる方はすごい少なかったですね。30名弱ぐらいでしたっけ。はい、それぐらいでした。やっぱり運動はしなきゃいけないなと思いつつ、なかなかできないですね。皆さん簡単に運動する方法があったら教えていただきたいなと思います。あとはですね、今日はもう一つ、ソラテナナウなんですが、
今日はちょっと面白かったですよ。ここ最近はやっぱり気温の変動が大きかったりしているので、体温を見ることがやっぱり多かったと思うんですけれども、今日はですね、明るさを皆さんと一緒に見ました。今日はですね、モーニングの時からそうだったんですが、結局雲が多かったですね、雲が多かったんですけれども、雲の厚みがですね、雲の層が今日何層もあったので、上空の雲が抜けたらちょっと空が明るくなったりとかですね、逆に上空の雲が厚くなってくると暗くなったりと、結構明るさが時間によっても変化してました。空テナでは明るさっていうのを実は測ることができまして、皆さんのリポートだと影見えないという報告になると思うんですけども、その影見えないの中でも暗いのか明るいのか、それによって雲の厚みとかですね、今雨が降りやすい状態なのか、同じ曇りの中でも空テナを見ることでより詳しくその様子を見ることができます。これはね、本当すごいことだと思います。観測で分かることを、やっぱり目で見ないとそれって分かんないんですけども、目で見ることを、空テナの数値に置き換えて、表現することができるっていうのはね、またすごいことなので、皆さんは観測とこの空テナ合わせるとより雲の状況、空の様子がよく分かるっていうのが今日はっきりしましたね。この空の明るさ予報センターではですね、どれぐらいの明るさになると、雲が厚みを増しているっていうのを今指標にして整理している最中です。これが皆さんの報告と合わさるともうちょっと詳しいことが見えてきて、今後予測にも、より深くね、的確に反映できるんじゃないかなと思ってますので、ぜひ皆さんも同じ曇りでもですね、空の明るさぜひ今後注目してリポートをお寄せいただきたいなと思います。今日も皆さんありがとうございました。皆さんこんばんは。ソライブサンセット終了しました。振り返っていきます。今日はね、夕日見られませんでした。結構広い範囲で曇ってしまったので、夕日のリポートが届いたの北日本の雪雲がたまたまなかったりとか、その薄い雲の向こう側にという、本当にぼんやりとした夕日ばっかりでしたね。それでもこういう日もあるなということで、夕日のコーナーもだん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 と番組の最後の方に移動してきてますし、皆さんとね、ゆったりとのんびりとお送りできたことには変わりないので、今日も良かったかななんて思ってます。その分ちょっとバタバタしちゃったのジャストだったりとかあったんですけどもね、そんなジャストのコーナーでも皆さんからは、春のね報告、春を見つけにちょっと外に出てみましたとか、皆さんの生活の中というんでしょうか、そのライフスタイルの中に16時16分っていうジャストの時間がこうしっかりと根付き始めているのを、ね、今日も実感してなんか嬉しいなと思いましたし、わざわざねそのジャストのためにこう探しに行ってくださったのかなとも思ったりとか、まず今後そういう風なリポートが増えてももっといいなとも思いましたし、紹介もたくさんできたのでよかったかなと思いました。北海道が吹雪だったので、それが明日もう続くということで木田さんにずっと解説いただいてて、その状況はもちろん今も変わってないと思うので心配なんですが、最後にお伝えした通り、3月になると前線がかなり停滞する日が続くみたいなんですけど、それって春の空気と冬の空気がちょうど境目になっているところらしくて、その境目の前線をね、見ていきながら、その春が来たり冬が来たりというのをいわゆる三寒四温とかも言いますけども、春に近づくまさにその気圧配置になっていくみたいなので、もっと皆さんと春をね追っていけるような、そんなサンセットになっていくんじゃないかと楽しみにしてます。はい、で今日はねそのあたりかな、皆さんとねたくさんお送りできました。そう、花粉の情報の時にちょうど木田さんが昨日のサタデーで予報センター担当されてて、で私と南ちゃんがサタデー担当で、南ちゃん特製の、スプリングポールンジュース SPJ で、ヨーグルトのね飲みました、飲まされました訂正します、飲まされましたでも1杯目の生姜、蜂蜜、柚子は割といけたんですね。しっかりミキサーで混ぜたのもあると思うんですけど、2つ目の、トマトジュースと
味噌と白味噌と砂糖はありえませんでしたね。あれはね飲めない飲み物ではないんじゃないかと思いました。まあ、3杯目については私は飲んでいません。カンタロウさんに聞いてくださいっていう感じなので、まあね、なんて言うんでしょう、花粉どうなるのかなと思って、そうそうそう、で木田さんに番組のもう本当最後の最後の予報センターで聞いたら関東だけがちょっと多いみたいな予測になってるらしくて、お仕事ですよね月曜日。ちょっと寒さ対策はもちろん必要なんですけど、まあ、風邪も含めてマスクしてた方がいいかもしれません。関東の方です特に。そうそうそう、マスクすると暖かいし一石三鳥四鳥ぐらいになるんじゃないでしょうかねということでマスクも必須アイテムになっていきそうですね。ちなみに私はまだ花粉症の症状出てません。まだ通ってます。通ってますね、大丈夫です。ヨーグルト効果なのかなと思いますが、そうですね、みなみちゃんが作ってくれた昨日のジュースのおかげかもしれませんので、皆さんもぜひ SPJ 試してみてください、はい、よろしくお願いします。ということで今日もありがとうございました。おやすみなさい。お疲れ様です。今夜のサライブイブニング山田やさがお伝えしました。さて今日のあの町この町ご当地リポートは東京都に行ってまいりました。東京マラソンが行われた東京都、まあ、こんなに早く東京都に足を踏み入れるかとは思いませんでしたが、東京スカイツリー大きかったですね。一番最初にですね、武蔵野区に632m というふうに言っちゃったんですけれども、634ですね。チャットでも一応言い直したんですけれども、もう一度言い直すべきでしたかね。634m です。さて、まあ、本当に高いなと思いました。生で見ても結構そびえ立ってるなというふうに思うんですけれども、新しい東京の名所となりそうですね。そして続いて行った先、私の虜東京タワーまだ負けないぞと東京タワーも高くそびえ立っておりました。東京タワーを見るとなんでですかね、ゴジラを思い浮かべてしまう私そういう方も多いと思いますが、ゴジラは東京タワーより大きいですよね。なんかこうやって手で持ってたようなイメージが。東京タワーは333m なんですけど、ゴジラはもうちょっと大きいんですかね。そして東京タワーといえばやっぱり赤羽橋ビル1階にあります、ん、赤羽橋ビル1階、赤羽橋ビルですね、1階にありますウェザーニュース Google Earth に移りましたね嬉しかったです。 WNI と、まあ、薄くですけれども青いモニュメント、スタッフがですね探すのにあたふたしてて、なんでだと思いましたねチャットの方もいやそこを曲がってみたいな、大変案内させていただいてありがとうございますまあ、ソライブサタデーを見に行かれた際はぜひ、まあ、結構皆さんその後ですね東京タワーを見に行かれたり、そして東京タワー結構同じ場所からウェザーリポートしてくださる方いらっしゃいますが、そちらもお伝えさせていただきました。ウェザーリポートチャンスですとぜひ、まあ、土曜日特に色が変わりますので、いろんな表情を見て、まあ、東京にいるななんていう風に感じていただきたいなと思います。そして時間がないのに紹介させていただいた私のおすすめやっぱりねサライブサタデーで遠くから来てくださる方も結構いらっしゃいます。東京にせっかく来たんですから贅沢をして帰っていただきたいと思いまして、大体徒歩10分ぐらいのところですかね、そんなにもかからないと思うんですけれども、赤羽橋から麻布十番
電車乗っていただいたらすぐだと思うんですけど、歩いてでも行けるよなんていうチャットも声いただいていましたが、麻布十番にあります宮川、スペイン料理といえば本当にここなんですよ。本当にあそこ、チャットの中の方でも麻布十番にって話をして、スペイン料理にハマってるんですよなんて話をしたら、宮川という名前がすぐ出てきて、すごいと思いました。結構穴場かなと思っていたんですけれども、あそこ本当に美味しいので、まあ、東京に来た際、そしてソライブサタデーを見たという見て、まあ、この後どうしようかなって考えられている方は、東京に来たことだし、ぜひ贅沢をして帰っていただきたいと思います。宮川はですね、もし行かれるという方、スペイン料理といえばパエリアなんですけれど、宮川はパスタパエリアがありますので、頼んでみてください。店長さんもとってもいい方ですので。さて、その宮川をご紹介させていただいた後、一緒に番組をやってたスタッフが、もう俺も行きたくなりましたもんと。嬉しいですね。まあ、宮川行った際、ウェザーリポートもお待ちしております。あそこもビューポイントです。あの宮川出た後、欅通りのところ見ていただくと、また東京タワーも見えますし、あのイルミネーションもねありますので、どっかの六本木かなのところもぜひウェザーリポート、キラキラしてるぞと夜景リポート送っていただけると、ソライブムーンの今夜の夜景で使われると思います。ぜひお待ちしております。さて、次のソライブイブニング、今度の街はどこに行くんでしょうか。ぜひまた皆さん、間違ってるよとか、そこを曲がってとか、皆さんのお住まいのところに行きましたら、ぜひ教えてください。それでは明日はソライブムーンでお会いしましょう。今夜もハピネスな夢を。青春。ここからはソライブムーンの振り返りです。さあ、今日はですね、まあ、3時間振り返ってみると、まあ、やっぱりスポーツの話題がかなりあった。